白黒チャンネルのお時間です。皆さんこんにちは、白黒チャンネルジュニーと、そして GGG チャンネルのみそ汁と、そしてお城にゲーム実況者のマッピーガチャゾーマッピー長です。よろしくお願いします。マッピー長、ということで明日がですね、大阪の宴なんですよ。今日はですね、マッピー長大阪の子ということで、はい、一緒に動画をやっていきたいと思います。ありがとうございます。今日はチョコマパレゾーが来ております。来てますね、はい、スーパーコマパレゾー。地味だ、全員出ちゃったんですよ。うっかり、あー、うっかりしちゃった。こそ髪引きしちゃった。ずっちーな、ずっちーでしょ。欲しいので言うと、アンナちゃんですね。はい、なんで今日マピちゃんのチョコマパレゾーのガチャを引いていきたいと思います。4人チョコマパレゾーのキャラで、はい、マピチョ的おすすめとかあるんですか？最近ジェインは持ってらっしゃるんですよね。ジェインは超強いですよね。まあそうですね、あとローラ持ってる。ローラ持ってる。でも超過なんだよね。だから進化にスライド必要かなみたいな。ああ、でも2体目のローラ狙うのもありですし。あ、2体目ローラめちゃありですね。それこそ確率の壁固定ラーナ2体出てもうまいです。いや、めちゃうまい。あとまあジェインも他の方も暗黒ということで、あ、確かに入属性統一でね、ちょっと遊ぶっていうのができるので。確かに確かに。まあでも超過の限定はみんなおすすめだよね。みんな強いけどね。みんなおすすめ。50回この石で回せるんですよ。60回引けるんですよ、だから。はいはいはい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そうそうそう、なるほど。なんで1、2、3、4、5、6とか。おー、いいな。行きましょう。10連目お願いします。はい、ちょっとかけない石とかね、ちょっと注目したいよね。本当ですね。はい、あー、これブルルン、ブルルングブルルングル仕様。ブルルングル仕様ですね。さっきこう移動させたから、ブルルングル仕様。あ、でも音がノーマル、ノーマル、これは、まあちょっと楽しみ深いよ。楽しみ深い。あー、キューンって最後なると、そう当たりなんですよね。あ、受け持ち出てるよ。あ、受け持ち出てます。これ超マですよ。あと、あの見た目だけかっこいいけど、デュードこっち超マ。違う、あれか、一枚ちょうどの時か。見た目だけだけど、かっこいいね。見た目だけかっこいいっすよ。あ、ごめんなさい。いや、あの、本当ね、僕ね、ここは決まっている上が、おー、これ、あ、俺が引いたから。そうだよ。俺が引いたから。俺が引いたから。いや、でもこれは頼むやん。頼むぞ。頼むラーナ。頼むラーナ。マピチョはラーナ当てたんですか？いや、僕持ってないんですよ。でもこれから引くんだよね。はい。だからマピチョの動画を見てきてください。お願いします。幸せの。とりあえずここでラーナ僕一発出しておきます。お、あ、これ、あ、ラーナ、ラーナ2枚出ました、これね。マジで？あ、どうも、ありがとうございます。はい、この通り。あー、いや、でもね、すごい引きは強い。ハロウィンレグスとヨシノめちゃ強い。いいなよ。え、ヨシノいいな。ヨシノはね、いいなって思うよね。あ、そう、ヨシノなんですよ。さっきね、書いたけど、後でちょっと分かった。まだあれだよね、あれが問題だよ。あれが問題だよ。いるよ、あれが。ハロウィン仕様。あれ誰書いたのかな。誰書いたのかな。あれは、ちなみになんだな。あれ、あれでしょ。似てねーって話です。あ、英島に謝れ。というわけで、ここで66年のうちに3分の1が終わった。そうですね、残ったね。ここで折り返し地点です。そうですね、折り返し。オッケー、44代目、そうね。神の左手でしょ。神の左手、神の左手。サスポー、サスポーだから。ゴッドサスポー。どうだった、どうだった。いや、まだまだ分かんないね、こっからだから。こっからだから、こっからこっからこっから待ちやもん。巻き返しあるから頼む、ほんと出てくれ。やばいね。やばいあれ、今日マッピ長しか引けてないやつ。あ、だから逆に僕引き強だから今日。やば。いきますよ。ラーなっちゃって。ラーな。ラー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 。ちょっと待てよ。え、ちょっとおかしいよこれ。ラー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 、今日も明日もあるんだい。やばい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 。やばい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 。大黒巻きパワーが通じなかったね。あー、え、これ本当にスラム入ってるの？これ悲しみ深いね。悲しみ深いね。ヨシノとレグスでやばいから言われちゃったから。チュリナが引けばいいんだよ。そうだね、私が引くわ、ここで。行きましょう。自分の端末だしね。気合いだよ、自分の。おや、ちょ待って、やばくない？やばい。おや、何ガチャなのこれ。おやおやおや、
ビーゴマカレー。あ、やばいね。え、何がやばい。渋い。渋い。渋み激しみ深い。B A B A A B B A A。はあ。やばい。いやー、渋い。何これ。いやでもそれがストレスに当たってるから。そうですね。中身的には勝ちで。全然勝ち、全然勝ち。多分持ってるけど、全然勝ち。その。持ってない人の層にとってはね、ね全然超欲しい。みそも持ってないもんね。どっちも持ってないし、どっちも欲しい。いや本当、まあフルカスも全然強いですけど、やっぱね、やっぱ吉野のやっぱね、ね17%変わる、そう1%ね、そう変わりますからね。渋み激しみパレードでしたけど、まあ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 、まあ、高評価だこれは。ね、ぜひお願いします。はい、コンパレードをね、66年聞いたんですけど、吉野のレグスという結果で頑張りましたが、皆さんはチョコマ引きましたでしょうか。よければね、コメントとかいただけると嬉しいなと思います。はい、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。みそちゃんのチャンネルとまぴちょのチャンネル概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ではラストじゃんけんいきますよ。せーの、シロクイロじゃんけん最初はにゃん、じゃんけんぽい。おーすげー、そんなにこれ何分の1確率分かんない、計算して計算して。え、やばいやばいやばい、27分の1。おーやばー。だグーの人はマジ勝ったよ。今日は明日の超絶いいことあると思うよということで、はい、本当に最高でご視聴ありがとうございました。また見てね、バイバーイ。やば。